皆さんこんにちは。今日はキャノンの YOS R6 についてお話をしようと思います。私は初代 YOS QM から YOS R6 に乗り換え、間もなく2年が経ちます。主に水族館や動物園で生き物の撮影を中心にしており、本動画ではどのような写真を撮ってきたか、作例をご紹介しようと思います。 YOS R6 でどのような写真が撮れるか参考にしていただければ幸いです。なお、私は先述の通り YOS QM と YOS R6 しか使用したことがないため、機材に関する話題もその2機種を中心としたものになりますので、あらかじめご了承ください。また機材の紹介の詳細についてもすでに他の投稿者さんのレビューがたくさん上がっていますので、そちらについても割愛をさせていただきます。それではよろしくお願いします。まずはこちらの1枚目からです。コツメカワウソの写真になります。 YOS R6 に乗り換えた一番の理由が動物瞳オートフォーカスです。撮影したこちらのカワウソの写真もカワウソの瞳をしっかり捉えて撮影することができました。特にカワウソはとてもすばしっこく、前のカメラではピントが合わないことがありましたが、 YOS R6 ではしっかりとピントを捉えて撮ることができてます。等倍表示にするとこのような感じです。いかがでしょうか。使用しているレンズは RF24-70mm F2.8L ISUSM です。では続いて2枚目の写真になります。2枚目はシャチです。写真中央上部に太陽とその周りに虹色の輪があります。この輪は虹色現象の一つであるハロと呼ばれるものです。 YOS R6 に乗り換えてからセンサーサイズがフルサイズになり、前のカメラ以上に映せる範囲が広くなりました。加えて魚眼レンズを使用することでシャチと太陽を一緒に撮ることができました。またマウントアダプターにはサーチュラー TL フィルターを内蔵できる純正アダプターを使用してます。魚眼レンズなのでレンズが飛び出しており、本来フィルターを使用することができませんが、マウントアダプターにドロップインできるため魚眼レンズでもフィルターを使用できます。一般的に反射などを抑える効果のあるサーキュラー TL フィルターを使用できるので RF システムならではの効力が発揮できていると思います。話はそれ、最近虹色現象にハマっています。今後も生き物と一緒に様々な虹色現象を撮影してみたいと思っています。続いてはゴマフアザラシです。こちらも1枚目で紹介したレンズと同じ標準ズームレンズでの撮影です。このアザラシはこちらの水槽で気持ちよさそうに漂っており、とっさの瞬間を写真に収めることができました。とても気持ちよさそうに浮かんでいて、見ているこちら側まで涼しい気分にさせてくれます。こちらのアザラシの写真は普段なかなか行けない水族館で撮影したのですが、そのような環境でもとりあえずこの標準ズームを持っておくと大体なんとかなる、そんな一本です。とても頼れる相棒です。次の写真に移りましょう。次はセイウチです。右側のセイウチの瞳をしっかり捉えており、とてもよく改造していて、セイウチの肌感が伝わってくる一枚になりました。使用しているレンズは RF85mm F1.2L USM です。こちらのセイウチの写真と後に紹介するとあるもう一枚の写真が撮りたくて購入したレンズです。感想としては、購入してとても良かったです。表現が拙く申し訳ないのですが、まだ見ぬ新しい境地に踏み入れてしまった感じです。綺麗に改造し
とてもいい写真が撮れました。個人的にここの水族館のセイウチが大好きで、ここのセイウチだけで長時間話せそうなのですが、今回はカメラ中心の話題ということで、セイウチトークはまた別の機会にしようと思います。そして次の写真がシャチのナイトパフォーマンスです。このナイトパフォーマンスの写真を撮るために85ミリのレンズを購入しました。補足説明をすると、ナイトパフォーマンスは年に数回しか実施されず、数少ない機会をものにするために万全な体制で臨みたく、より暗い環境でも綺麗に撮影ができそうな F 値が低いレンズを求めて85ミリにたどり着きました。その結果、低照度での撮影でも強い R6 とのコンビで、暗い場面での撮影でも不安なく撮影することができました。ここまで暗い環境での撮影は少ないと思いますが、水族館はどちらかというと暗いシーンが多いです。そんな時に R6 だと安心して撮影ができるのでおすすめです。最後に写真の方向性が変わりますが、青海牛の写真です。またこちらは特に貴重な産卵中の写真になります。こちらは拙者撮影をしたかったのでマクロレンズで寄って撮影しました。キヤノンの新しいマクロレンズは従来のマクロレンズと比べてより拙者することができるようになりました。その分光を吸収する範囲が狭まるわけですが、戦術の通り暗さに問題のない R6 なので安心して撮影することができました。 RF のマクロレンズでも十分寄れるレンズですが、世の中にはもっと拙者撮影ができるレンズがあるらしく、この界隈の沼の深さをひしひしと感じます。こちらの海牛についてですが、バックヤードツアーに参加をした際に産卵中であることを教わりました。海牛についてはまだまだ知らないことだらけだったので、こうして新しい学びを得られるのはありがたいことです。撮影する生き物がどのような生き物なのか、より知見を深めて理解をすることで改めて生き物たちの魅力を発信できると思うので、今後も引き続き生き物たちについて勉強をしていきたいと思っています。いかがだったでしょうか。 R6 で撮影をした作例をスライドショー形式で紹介してきました。自分は初代ヨスキス M からヨス R6 に乗り換えて、動物瞳オートフォーカスをはじめ様々な機能面で乗り換えてよかったと思ってます。今後もたくさん写真を撮っていきたいなと思っています。撮影した写真は Twitter などに投稿をしてますので、よろしかったらそちらもぜひ遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。